はい、どうもこんにちは。ライフスキルコーチのミスターおかちです。インスタ版ライフスキルの学校へようこそ。はい、ということで、週に1回開催しているこのインスタ版のライフスキルの学校では、親の生きづらさを紐解くライフスキルと、子供を自立させる関わり方を紹介しています。よかったら、シェアとかもしてください。はい。アーカイブ動画にも残す予定です。で、これを動画を見ていただいている方、まあ、アーカイブ動画でも OK なんですけど、下のコメント欄に、子育てリストと入れていただいたら、リストと入れていただいたら、子供を自立させるための関わり方がわかる PDF シートが送られますので、受け取れますので、ぜひ受け取ってみてください。子育てリストです。入力でプレゼント。はい。アーカイブ動画の方で見られている方も、コメント欄に子育てリストと入力いただいたら、子供を自立させるための24の関わり方がわかるシートが送られてきますので、ぜひ受け取ってみてください。どうやろう、今届いてます？子育てリストと入れていただいた方、どう？届いたって言ってください。もしよければね。あ、ありがとうございます。チームさん、ありがとうございます。エニーレインボーさんもね。はい、ということでね、週に1回、こういう形で、インスタ版の子育て、ライフスキルの学校を開催することにしました。はい。YouTube ではね、講演会スタイルでやっているんですけども、YouTube よりもこの Instagram の方が身近で、双方向でね、対話もできますので、週に1回、こんな形でやっていきます。で、今日のテーマが、子育てが不安な方へ、自分軸を鍛える5つの質問ということですね。このようなことはありませんか？何度も同じ問題を繰り返してしまうとか、子供を見ているとイライラしてしまう、可愛いと思えない、素直な気持ちで、優しくできないとかね。あとは、他の子を見ていて自分の子はこのままで大丈夫なのかなと不安になってしまう。ママ友を見て自分はできていないと自分を責めてしまう。子育てに自信がない。このようなことはありませんでしょうか、ね、で、そういうふうに不安やから心配やからいろんな本を見てみて、いろんな動画を見て子育てを学ぶんだけど、学べば学ぶほどどう声をかけたらいいかわからない。どう関わったらいいかわからない。もうなぜなら本を書いてる人ってね、それぞれ全然違うことを言ってるわけじゃないですか。ね。子供をしっかり、しつけましょうと言ってる本もあれば、褒めて伸ばすんだよ。全部受け止めて褒めて伸ばすんだよっていう本もあるし、ね。中学受験をさせるよりも、ね。伸び伸び子供を育てた方がいいよっていうふうに言われてる方もいれば、中学受験をさせて、そこから伸び伸びさせた方がいい。っていうふうに言ってる著者もいるということで、本を読めば読むほど混乱する。情報を集めれば集めるほど不安になっていく。どうしたらいいかわからない。このようなこともあると思うんですね。で、なんでこのように子育てに不安を持つのか、そして自分の子育てに自信がなくなるのか。根本的なことで言えば、子供を愛しているからですよね。子供を大切に育てたい。自分の関わりで子供の将来が決まってしまうんじゃないか。だから失敗をしたくない。そのような思いがあるから、どうしたらいいんだろうって不安になる。まあ、そこは大前提ですね。で、もっと言えばね、この不安をなくすためにどうしたらいいのかっていう話なんですけど、一言で言えばこのタイトル通りなんですよ。自分軸を定めるということ。自分軸を明確にするということ。一本軸を通すということですね。で、自分軸って何なのかというと、自分の心の声を、自分の心の声に素直に従って生きる。これが自分軸ですね。で、他人軸とか親軸っていうのは、自分ではない誰かの声に従って生きるっていうのが他人軸ですね。で、自分軸をしっかり持っていたら、いろんな情報を収集しても、ママ友を見ても、他の子を見ても、あ、それはそういうことなんだっていうふうに一つの情報として受け入れるんですね。で、その情報通りに行動するかどうかは自分で考えて自分で決められるんですよ。でも自分軸がなかったら、情報が入ってくるたびに、あれやらないといけない、これやらないといけない、あれをやるべき、これをやるべきっていうふうにどんどん振り回されてしまって、
結局どこの道を進んだらいいかわからないっていうふうに迷ってしまうし、混乱してしまうし、振り回されてしまうんですね。だからこそ子育てにおいても、もっと言えば人生においても、働くにおいても、あらゆることにおいて自分の軸を明確にするということが大切です。ということで、今回のテーマは自分の軸を明確にする、言語化するための5つの質問っていうものを紹介させていただきます。この5つの質問をおかっちと一緒に考えていただくことで、自分が大切にしていること、そして手放していいこと、これからどう生きていくのか、子供にどんな声かけをしてどう関わっていったらいいのか、それを見つける一つの指針というか、コンパスが明確になります。コンパスを持って毎日生きていたら、迷った時にどっちに行ったらいいかがわかるということですね。はい、自分軸というのはいわゆるコンパス的な役割を、持っていて、で迷った時にそのコンパスを見ればどうしたらいいかがわかるから、迷うことなく心穏やかに子供と一緒に過ごせる時間が長くなるということでございます。なので、一緒にこのライブ配信をね、見ていただきながら一緒に考えて、コメントいただけたら嬉しいです。はい、でプレゼント企画もやってます。このコメント欄に子育てリストと入力していただいたら、プレゼントが届きます。固定してなかったな。はい、子育てリストというふうに入力いただいたら、子供を自立させる、子供のライフスキルを高めるためにどうしたらええねん、24のチェックリストが PDF であなたの元に届きます。このライブ配信中に子育てリストとコメント欄で入力してください。アーカイブで見ていただいている方もコメント欄に子育てリスト、子育ては子供の子と育てっていうのは漢字の育てですね。リストはカタカナで入れていただいたら、PDF を受け取れますので、ぜひ受け取っていただけたら嬉しいです。はい。ということで今から始めていくんですけども、前半の20分、30分ぐらいは僕からの講義という形で、ね、僕が質問させていただいて、その質問に答えていただくっていうスタイルでやっていきましょう。で、後半部分は皆さんのコメントを読ませていただきながらね、自分にとって大切なことであったり、手放していいことであったり、具体的に今日から、そして明日から、こんなことやってみよう、あんなことやってみようっていうね、そういう行動もね、一緒に見つけられる、そういう時間になればいいなと思っております。はい。コメントは一人大体最低3回コメントよろしくお願いします。コメントすればするほどね、自分軸が固まっていくんですよ。はい。自分軸っていうのは、感じる、考える、行動する。これが一つの線、一つの軸につながっている。これが自分軸なんですね。やってみたい、面白そう、その感じたことを考える、どうやったら面白くなるのかな、どうやったら楽しくなるのかな、で考えたことを行動する、実行する、実験する、練習する、そうすることで何らかの反応が出てくるので、その反応を見て、あ、こうやったらよかったんか、あ、こうやったらうまくいかなかったんかっていうことを感じて、考える、行動する、そのプロセスをぐるん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 回していくことで、ここに明確な軸ができていくってことなんです。で、大事なことは自分が感じたことを言葉にするということ。このライブ配信で僕が今思ってることを、本当に思ってることをどん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 言葉にしていきたい、言葉にして落としていきたいと思いますので、それを受け取ったあなたは何かを感じたとき、ここのコメントに、何かしらコメントしていただけたら嬉しいです。はい、ということでちょっと飲みながらいきましょう。はい、あ、皆さん子育てリスト受け取っていただいてますね。ありがとうございます。子育てリストね、マイクを持ってね、立って話すとやっぱね、この、エネルギーが湧くんですよ。はい、ということで、まずは一つ目いきましょうか。一緒に考えていきましょう。あなたに質問です。はい、どれだったっけ。読むね。はい、あなたに質問ですよ。子供が〇〇さえすればイライラがなくなるのに、というその〇〇っては何ですか。はい、子供が〇〇さえすればイライラがなくなるのに、その〇〇は何ですか。はい、コメントしてくださいね、アーカイブで見ていただいている方も一緒に考えていきましょうね。子育てをしていて、子供と関わっていて、子供と一緒に過ごす時間の中でイライラすること、腹が立つこと、そしてモヤモヤすること、いろんな感情が湧いてくることあると思うんです。はい、
そのね、子供と関わってる経験を振り返りながら、子供が〇〇さえすれば、このイライラはなくなるのにな、っていう〇〇は何ですか？〇〇。うん、〇〇コメントしてよ。今皆さんコメントする時間ですよ。何がなくなったら、イライラしなくなる？子供が何をしたらイライラしなくなりますか？例えば、朝、自分から起きさえすれば、イライラがなくなるとかね。子供が暴れない、騒がない、うるさくしない。そうすれば、イライラがなくなるのになとかね。子供が親の言うことを聞けば、イライラがなくなるのになとか。子供がちゃんと自分から進んで勉強をすれば、習い事の宿題をすれば、課題をやれば、イライラがなくなるのになとか、いろいろとあると思うんですね。はい。それは何でしょうか？ちょっと今コメントタイムですよ。今から20秒ぐらい皆さんコメントでちょっと考えていただいてコメントしてください。で、コメントしていただいてる間にね、もしよければここの紙飛行機マークでね、このライブ配信をシェアするとかやっていただけてもめっちゃ嬉しいです。めっちゃ嬉しいです。はい。で、今回はアーカイブ動画にも残します。インスタ版のライフスキルの学校。これ週1回やっていきたいと思ってるんですよ。はい。これは、親の生きづらさを紐解くライフスキルと、子供を自立させる関わり方を紹介する、そういう、生配信番組です。はい、生配信番組ということで、今日がその第1回目なんですね。はい。子供が〇〇さえしなければ、イライラしなくなるのに、宿題を自分からしたら、イライラ減るのにな。他にどうでしょうか？一つじゃなくてもいいですよ。二つ、三つ、どんどん出していきましょう。例えば子供がルールを守ればイライラ減るのになとかね、子供が、弟と仲良くしてくれれば、妹の世話をしてくれればイライラがなくなるのになとか、いろいろとあると思うんですね。はい、これがまず一つ目の質問です。で、その一つ目の質問をもう少し深掘って考えていくとね、深掘って考えていくと、丸々っていうのはイライラの根源なんですね。つまり自分が子供にこうしてほしいって願っていること、期待していること、願望であったり、こうすべきだと思っているべき思考であったりするんですね。子供が自分から勉強すべき、宿題は完璧にやるべきとかね、朝早く、7時に自分から起きるべきとかね、その〇〇っていうのは親が、いや、つまりあなたが子供に願っていること、願望、期待、そしてそうすべきっていう親の常識、価値観なんですね。はい。それをまず出していくということ、これがすごく大事なんですよ。なんでイライラするのかな、なんとなくイライラするではなくて、私がこう思っているから、この行動していない子供を見るとイライラするとかね。例えば道路では、ね、他の人の迷惑に、をかけないように、歩くべきやと思ってるのに、子供がなんか缶を蹴りながら、道いっぱい使って歩いているとイライラするとかね。自分自身がどんなことを思っているか、どんなことを、大切にしているのか、その価値観を出すことっていうのがすごく大事です。そしてゆうかちゃんです。はい。あ、ゆうかちゃん。はい。どうでしょう？その価値観を出すということね。で、その次にすることは、ね、その〇〇が出てきたわけじゃないですか。その〇〇を一つ減らすとすれば、それは何ですかってことです。丸々を持つこと、それは悪いことではないんだけど、丸々を持ちすぎるとそれ通りにいかなかったらイライラする、そういうわけじゃないですか。イライラすると不機嫌になって疲れてしまって心も体も消耗する。そうすればますます不機嫌になって疲れて、そして子供の悪いところが見つかっていく。で、子供を褒めるのではなく、子供を注意したり命令したりする機会が多くなっていくんですね。そうするとここの子供との関係も良くならない。そういうわけでしょ。そういうわけでしょ。なので、その〇〇、もしかしたら大事な価値観、大切なことかもしれません。でもその価値観ある中で何か一つ減らすとすれば、それは一体何ですか？何減らせる？何話せる？何減らせますか？大きな声を出さなければイライラ減るのになとかね。子供の発達障害が治ればいいのに、暴言を言わない、人のせいにしない、自分で朝起きる。ね。はい、いろいろとあると思うんですよ、まるまるね。で、子育てリストと入力、まだな方はね、今ないないしてくださいね。子供を自立させるための24の関わり方、それが PDF で送られてきます。ここのコメント欄に、子育てリストと入力してみてください、ということですね。はい、どうでしょうか。子供を見ていて、イライラするまるまるは何ですか？とかね。
ま、子供が〇〇さえなければ私のイライラは減るのにな。その〇〇出した。出した後に、その〇〇を一つ減らすとすれば、減らすことができるとしたら何を手放せますか？ね？それを考えてみましょう。はい、これがまず一つ目。それを考えるプロセスそのものが自分軸を鍛えているんですね。自分にとって大事なことは何か、自分にとって手放していいことは何か、この取捨選択、それを考える思考プロセスそのものが自分軸を鍛えているんです。はい、二つ目の質問です。こんな感じでやっていきますよ。今日は子育ての自分軸を明確にする、そして鍛えるための5つの質問を紹介しているという、そういうコーナーですよ。そういうコーナーですよ。で、自分軸とは何か、それは自分の心の声に素直に従って生きるということね。いろんな情報を集めながら自分で考えて、自分で感じて、そういう感じたことを自分で選ぶ、自分で決める、そして決めたことを自分で行動する、ね。それは子育てにおいても、仕事においても、人生においても大事ではないかと僕は思っています。はい。二つ目の質問いきましょう。二つ目の質問ね。あなたに質問です。あなたにとって、ね、あなたですよ。あなたにとって、成功とは何ですか？はい。聞きましたよ。あなたにとって、成功とは何ですか？はい。成功。そしてあなたは成功者ですか？そこら辺も考えてみてもいいかもしれません。あなたにとって成功とは何か。そしてあなたは成功者かどうか。ちょっと暑いな。最近あったかですね。週末はかなり春のような気温のようですね。1月の14とか15日はね。はい。どうでしょう。あなたにとって成功とは何ですか。そしてあなたは成功者ですか。どうでしょうか。はい。あなたにとって成功とは幸せに楽しく暮らす、毎日眠るときに幸せだなぁと感じて眠りにつけること、それが幸せなんだ。どうでしょう。あなたにとって成功とは何ですか。はい。これを考えることでね、自分が目指していることがわかるし、そしてやっぱりね、誰しも子供には成功してほしいと思ってると思うんですね。将来困らないように、子供にうまくいってほしいね、人生をうまく生きてほしいと思ってるんですね。そのうまくっていう言葉をギュッとするのが成功だと思うんですね。はい。子供には将来成功してほしいと思ってるんですね、心のどこかで。でもその成功とは何かっていう定義は人それぞれなんですよ。人それぞれ。ね。お金持ちになることが成功だと考えてる人もいれば、ね。仲間と共にね、楽しく過ごすことが成功だと捉えてる人もいれば、ね。いろいろと成功の価値観が違うんですね。名誉を得ることが成功だと。夢を叶えることが成功だと。ね。人それぞれ夢も違うし、成功の定義が違う。だから、あなたの定義を聞いています。自分軸を明確にする5つの質問。2つ目は、あなたにとっての成功は何ですか？はい、成功とは。私は成功している日もあるし、できていないなと感じる日もあります。はい、ということは、さっきのやつやな、さやこさんな。さやこさんはな、毎日眠るときに幸せだなと感じて眠りにつけることが成功であり、それができているときもあれば、できていないときもあるな、ということね。うまいことやること。はい。うまいことやることってどういうことでしょう。エニーレインボーさん、子供が社会人になった時、お互い良好な親子関係を築いていること、まだ未成年で成功はしてないですが、10年後成功者になります。なるほどね。子供と良好な関係を築くことが私にとって、そしてあなたにとって成功ってことですね。はい。ココハッピーさん、成功にこだわらないこと。なるほど。成功にこだわらないこと、どういうことでしょうか。はい、どういうことですか、ココハッピーさん。成功にこだわらないこととは。はい、僕にとっての成功、いいですよ。一般的な成功はちゃいますよ、今僕が聞いてるの。あなたにとっての成功は何ですかってことですよ。僕にとっての、おかちにとっての成功っていうのは、本気になれるものを見つけること。これですよ。本気になれるものがあることかな。そっちの方が違いかな。夢中になれることであったり、没頭できるもの、熱中できるもの、それが今あること、これがもう成功なんですよ、僕にとって。ね、これが成功。
もう自分が夢中になって大好きなものであったり、やりたいことであったり、なんだろう、もうなんかやり始めたらもうあっという間にもう夕方になっちゃったみたいな、なんか時間を忘れて時を感じずにもうそこの世界に浸れる、そういうものを見つけている、その状態がもう成功なんですね。それが成功なんですよ。結果が出るとか出ないとかどっちでもいいんですよ。だからこうライブ配信やってるじゃないですか。これライブをするっていうのが僕がやりたいことなんですよ。で、このライブをしてね、たとえ皆さんからコメントがなかっても、ここのね参加者の数が全然いなかったとしてもね、結果はどうでもいいんですよ。あ、でももちろん結果を出すためにもやってますよ。やってるけれども、ライブをすることそのものが僕にとっての嬉しいことで、熱中できることなんですよ。ね。なので、それを今やってるっていうのはものすごく幸せやし、自分が熱中できるもの、本気になれるもの、これやって自分が確信できる何かを見つけてること、それが僕にとっての成功です。それが僕にとっての成功。で、子供においても、そうなればいいなと思っている。僕は自分の子供はいないけど、ね、子供のライフスキルを高める学校を立ち上げて、ね、毎日20人、30人の子供たちと関わっているわけで、その子供たちに願うことは、自分にとってこれやって確信できるものに出会うこと。ね、でその出会うプロセスの中で、これかな、あれかなってね、あ、これは違うわ、あれは違うわって、そういうのはあると思うんですよ。ね、でもそういうのを自分の体験の中で、試行錯誤の中で、そういう自分がやりたいことであったり、自分にとってのこれやって思えるもの、それが見つかればええなぁとは思っている。うん。それで、例えばそのサッカーやってる時はすごい幸せなんだと。ね。で、それでオリンピック選手になれるかどうかっていうのはもう正直どっちでもいいんですよ。その熱中できるものに見つけてる、それそのものが僕にとっての成功であり。で、それがもうライフスキルを高めるためにものすごく大事なんですね。ライフスキルっていうのは自分で自分を幸せにする技術、非認知能力なわけじゃないですか。ね。この本でも書きました。やり抜くこと投げ出すこの習慣。こちらは子供の非認知能力を高める本です。ね。非認知能力っていうのは、先ほど言ったね、学力でも IQ でも測れない生きる力。目には見えないけど大切な力。自己肯定感、コミュニケーション能力、目標達成能力、やり抜く力などなど。その力を高めることで学校で学んだこととか、自分の才能とか可能性、天才性を学校以外で発揮できるってことじゃないですか。ね。誰しもスポーツだけ活躍してたらええって思ってないわけでしょ。子供に。ね。テストの点数だけ、いいとかね、スポーツでダンスをやってる時だけ輝いてるじゃなくて、学校で学んだこととか、スポーツで学んだこととか、ダンスで学んだことを学校以外でも使ってほしいわけじゃないですか。ね。そのためにはライフスキルが必要なんですよ。非認知能力がね。その非認知能力をどうやって高めるね。親の関わり方を50個紹介したのはこちらです。やり抜くこと投げ出すこの習慣。こちらね、ハイライトからポチッとね、押していただけたらめっちゃ嬉しいんですけど。はい。この本でも書きましたけど、ね、要は、夢中になってる時っていうのが、失敗を恐れずに主体的になって、自分から何をやるって考えて、自分で選んで自分で決めて行動してる状態なんですね。その状態っていうのが、一番ライフスキルが高まるんですよ。なので、僕にとっての成功とは、熱中できるものを見つけること、本気になれるものを見つけること。見つかっていること。それがもう僕にとっての成功です。でも、それを見つけようとする、そのプロセスそのものも僕にとっての、成功と幸せは違うけれども、幸せにはつながってますね、うん。成功っていうのは見つかってる状態が幸せで、成功であり、幸せっていうのは熱中できるものないかなっていろんなことを試したりやってるときは幸せを感じる。うん、だから、自分がこれやって思うものが見つからなくても僕は幸せになれるんですね。はい、そんな感じ。あなたにとっての成功とは何ですか？こんな感じでやっていくんやな。まあ、今二つ目の質問ですよ。あと三つ？あと3つ ?4 つかちゃうわ。3ついきましょう。さっといきますよ。3つ目。で、今ね、ここのコメント欄に子育てリストと入れていられたら、子供を自立させる、そして非認知能力を高めるための24のチェックリストが届きます。届くから、このライブ配信中に子育てリストと入れてみてください。子育てリストね。はい、じゃあ3つ目の質問いきましょう。一緒に考えますよ。あなたの親に言われて嫌やったことは何ですか？はい。あなたの親に言われて嫌やったことは何ですか？今年もよろしくお願いします。よろしく。はい、よろしくね。はい。何やろ？親に言われて嫌やったこと。はい。これを考えることで、自分のね、
自分がもしかしたら蓋している心の傷であったり、解決されていない課題、未完了の感情の、感情のありかがわかります。自分があんなことを言われて嫌やった、悲しかった、傷ついた。なんであの時あんなことを言ったの？なんであの時あんなことをやったの？そしてなんでしてくれなかったの？それが自分の中の満たされない感情、課題として、傷として、心のどこかに深いところに眠っている可能性があるんですね。で、その満たされない感情とか課題を子供に満たしてもらおうと思って、ね、自分、例えば自分の夢を子供に叶えてもらおうとかね。自分が無条件に親に愛されなかったから子供には無条件に愛してもらおうとかね。自分のその未解決だった課題の解決を子供に求めてしまうこともあるんですね。そうすると子供は自分がやりたいことではなくて、お母さんの感情を満たすために、お母さんに嫌われないように、お母さんに捨てられないようにどうしたらいいんだろうというふうに自分の外側にアンテナが立ってしまって、自分の心の中で何を感じているのかがわからない。先ほど伝えました、自分軸とは感じる、考える、行動する、これが一つの軸につながっていること、これが自分軸である。感じるっていうのが出発点なんですよ。あれやってみたい、これやってみたいっていう興味とか好奇心とか関心とかね、なんかわからんけど石ころをちょっとこう、ひっくり返してみようかとかね、そういうなんかわからん心の衝動的な感覚であったり、そういうものを感じるっていうところが出発点なのに、自分が何を感じてるかというよりも、お母さんが何を求めてるかっていう自分の外側にアンテナが立ってしまって、その感度が正確になってくるんですね。だから自分の感情は置いてけぼり、後回しにして親を喜ばせるっていう方になっちゃう。なっちゃうからね。だからこそ大切なことっていうのは、自分の親に言われて嫌だったことは何ですか、ね、それを考えることですよ。自分の親にされて嫌やったこと、それが自分の深いところに傷として残ってるんです。で、その傷をね、傷をまず知ること、傷を知った状態でその傷を子育てで癒そうとかね、子供に解決してもらおうじゃなくて、なんとか自分で解決できないかなっていうことを考えていく。そのプロセスをどうしたらいいのかっていうのは、僕公式 LINE で、26本の動画で、講義動画で紹介してます。ね、通常24万円の有料講義の、講義部分、有料講座の講義部分をギュッギュッギュッと凝縮して、26本にまとめて、それを1週間おきに配信しています。公式 LINE はね、こちらのプロフィールのハイライトからチェックしてみてくださいと。いうことでございますよ。はい。そこの話し出すとちょっと長くなるんですけど、とにかく3つ目の質問は、自分の親に言われて嫌だったことは何ですか？なんだろう。あれしてやった、これしてやった。あ、なるほど。あれしてやったのに、これしてやったのにって言われるパターンな。鈍い。そんなもんか。デクノボ。うだうだ考えるな。ひどいな。よしえさん。言われたことではないのですが、うまくできないときにすごい顔をされて、それもあるよね。無言のプレッシャー、不機嫌な顔だったり、悲しそうな顔をする、ね、悲しそうな顔をすると、そんな顔をさせてはいけないと思って、自分がやりたいことではなくて、親が求めていることをやるということですね。あなたはいつもそう。なるほどな。あなたはいつもそう。はい。あ、子育てリストね。あつちゃん、あっちゃんさん、ふん、くだらん。私がディズニーに出てくる、バンビが可愛いと言った時、ふん、くだらん。なんでこんなところで吐くの？私が夜中、布団の上で吐いてしまった時。なるほどな。時間があればできるわさ。高校の時、朝お母さんのお弁当を作った時。なるほどな。そういうこと言われて、それが嫌やったよな。その時、どんな気持ちでしたか？どういう風に感じましたか？で、本当はどうして欲しかったですか？そういうところをね、少しずつ言葉にしていく、言語化していくことで、心がスーッと楽になります。心が楽になるってことは、ブレーキを緩ませるってことだから、ブレーキを緩ませるということだから、ちょっとの努力でスーッと進めるようになるんですね。はい。はい、これが3つ目の質問です。残り2つです。今日は、子育ての自分軸を鍛える5つの質問をあなたと一緒に考えながらやっています。そういうコーナーですよ。はい。自分軸、大事ですよね。自分軸があれば、迷わないし、振り回されない。
不安がなくなっていき、心穏やかに子育てができる、子供と関われる、そんな時間を家族と過ごせる、自分軸、一緒に考えましょう。残り2つです。今日はアーカイブ動画にも残します。はい、4つ目、自分を口説くために今週できることは何ですか？ね、あなたがあなたを口説くために今週できることは何ですか？ね、これ大事なんですよ。で、あなた、あの自分という人間を、自分が大好きな、存在だと見立ててね、異性でもいいじゃないですか。異性と見立ててね、どうやったらこの人を喜ばせることができるのか、どうやったら口説けるのか、それをちょっと考えてみましょう。で、できることをやりましょうとね。自分を口説くために、自分を喜ばせるためのデートプランを考えましょうっていうことです。ね、これはアーティストデートっていうことで、ね、ずっとやりたかったことをやりなさいっていうね、こちらの、ジュリア・キャメロンさん、ジュリア・キャメロンさんが紹介されていた、一つのアプローチです。ね、自分自身の心を満たす、そして自分自身を喜ばせる、それをアーティストデートというふうに名付けていて、で、アーティストデートをするために、今週できることは何ですか？今までちょっと我慢していた、ちょっとハーゲンダッツのアイスクリームを買ってみるとかね、なんだろう、隣町村でちょっと電車に乗って行ってみるとか、見たかった映画を一人で行ってみるとかね、どんなことでもいいと思うんですよ。それをまずリストに書いてみましょう。ね。自分を口説くために今週できることは何ですか？で、いっぱいこう書き出して、まあ、コメントもしてくださいね。今コメントしていただいて、その中でできそうなことを一回やってみませんかという提案です、これは。はい。はい、母親私だって。ソーラ見たことか。早く結婚して。なるほどな。いろいろと。だって、多かれ少なかれね、私たちは自分の親から傷つけられていると思うんですね。多かれ少なかれね。少なからず傷を抱えて生きていて、その傷を自分で消化できることもあれば、ね、スポーツで消化できることもあるやろうし、それができずに、それを見ないように抱え込んでいるとね、無意識にその傷がひょっこり顔を出してしまうんですね。ひょっこり顔を出して、自分よりも弱い存在。例えば、子供であったり、ね、自分より弱い存在にその傷がイライラとして、バンって向かってしまうんですね。なので、その傷、その生きづらさ、そこの部分を少しずつ癒していくというか、理解してあげる、寄り添う。具体的に言うと、言葉にするということ。言葉にすれば、癒されて、スーッと消えていくから、スーッと出ていくから、そうすれば楽になれる。そういうことです。そういうライブ配信を、これからもやっていきたいなと思っている次第でございます。ちなみに僕、自分を口説くために今週できることは何やろうな。何しよう。あ、もう決まりました。今日の昼ご飯は、ブリの短冊を買うて、その刺身にする。夜ご飯ね。昼は美味しいラーメンを食べる。横浜のお家系ラーメンを食べに行って、で、そのままエバーグリーンっていうスーパーに、ブリの短冊を買いに行って、そのブリの短冊を夜ご飯にする。で、それを食べながら、ネットフリックスで、今際の国のアリスってやつを見る。もうこれ完璧。自分の心を喜ばせる、もう最高のデートプランです。どうですか、あなたは。あなたは、あなたを口説くために、今週できることは何ですか？自分とのデートプランを練ってみてください。はい。これが4つ目です。子供タイムを設定するトランプタイム。なるほど。ハワイに行ける日程を決める。日程を決めるってやつな。ハワイいいわな。ハワイ行きたいな。ハワイ。おかちね、3回行ったことあるんですよ、ハワイ。20代の時サラリーマンをやっていて、営業成績優秀だったから、3年連続チームでハワイ旅行に、行けることになって、もうそれはね、最高でした。本当に。はい。自分のお金ではもう一回も行ったことないです。はい。5つ目。これが最後の質問です。あなたが子供に一番伝えたいことは何ですか？あなたが子供に一番伝えたいことは何ですか？それを10文字以内で表現してください。10文字ですよ。漢字も入れていいよ。漢字も大丈夫って言ったら、ひらがなで言ったらめっちゃ多いやん。でも漢字で書いたら大丈
ぶ、これ3文字として、捉えます。これを3文字で捉えて、漢字も含めた10文字以内で表現すると何ですか。はい、ちょっと考えてみてください。あなたが、あなたの子供に一番伝えたいことを10文字以内で表現してください。そういうことですよ。これ最後の質問です。そう、子供にはあれもこれも求めてしまう。あれやってほしい、これやってほしい、勉強を頑張ってほしいし、ピアノも、失敗なくパプリカ弾いてほしいとかね、バスケの習い事も頑張って選抜に選ばれてほしいし、で健康に育ってほしいとか、いろいろと願っていること、求めていることあると思うんですけども、ね、たった一つだけ、もうたったのこの一つだけしか子供には伝えることができない、一つだけしか言えないんですよ。となった時に、あなたは自分の子供を目の前にして何を伝えますか。あなたが一番子供に伝えたいメッセージを10文字以内で表現してください。10文字です。はい、今日はね、インスタ版のライフスキルの学校を開催しています。これから週1回やっていこうと思っている。そのインスタ版のライフスキルの学校では、親の生きづらさを紐解くライフスキルと、子供を自立させる関わり方を紹介する、そういうコーナーです。そして今日は、子供の自分軸、子育ての自分軸を鍛えるための5つの質問をあなたと一緒に考える、そういう風な時間になればいいなと思って、僕は今マイクを持っています。はい。そして、これが最後の質問です。子供に一番伝えたいことを10文字で表現すると、それは何ですか。10文字。はい、それをちょっと考えてください。30秒待ちますね。で、これ待ってる間に、ここのコメント欄に子育てリストと入力いただいたら、子供を自立させるための24の関わりチェックシートっていうのが PDF であなたの元に届きます。はい、届くから、このライブ配信中に子育てリストってまだの方は入れてみてください。このコメント欄にね、子育てリスト。で、いいねは5回、いいね皆さんやっていただいてるかな、いいね5回いいね5回お願いよ。で、これをね、アーカイブで見ていただいている方も OK やから、アーカイブで見ていただいている方もコメント欄に子育てリストと入れてみてください。で、僕のことをフォローして、まだフォローしてない方は、DM のメッセージリクエストというところに届きます。はい、まあ、フォローしてくれたらめっちゃ嬉しい。このタイミングで、ハイライトを押して、プロフィールを押して、フォローだけしといてね。フォローだけね。はい。ということで。子育てリストありがとうございます。どうですか？あなたが子供に一番伝えたいことは何ですか？はい。母さん幸せだよ。母さん幸せだよ。ありがとう。生まれてきてくれてありがとう。大好きなんやで。自分を好きでいて。なるほど。たくさんありがとうございますね。たったの一つってのが難しいわな。あなたが子供に伝えたいたった一つのこと、それは何ですか。一番伝えたいこと一つだけ、10文字以内よ。漢字もさっき言ったやん、漢字も大丈夫やったら3文字やな、漢字で書いたら。これを3文字でいい。愛しているから大丈夫やったら、これ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 10文字でちょうど。あ、10文字やな。ヒロさん10文字。はい、どうですか。僕は何やろうな、何があっても大丈夫よとか、自分のために生きよとか、あなたが決めていいよとかかな。で、結構これ最強やなと思ったのが、まあ、どんな言葉でもいいんだけど、ママの子だから大丈夫。これめっちゃ良くないですか。うん、ちょっと長く言うと、あなたはママの子だから何があっても大丈夫よ。この言葉ってすごくないですか。まずそのママ、まあ僕ママやと思ってください。ママ、僕ママやと思って、僕が言ってる風にね。そのママがね、ママ想像できないな、まあいいじゃないですかね。ママが自分のことをちゃんと受け止めてるってことじゃないですか。自分には過去こんなことがあって、あんなことがあって、それを乗り越えてきて今私が幸せに生きている。だからあなたも私の血を引いてるんだから、あなたも大丈夫よっていう、すごい肯定的なメッセージですね。で、ママの子っていうのは、変えることができないことじゃないですか。ね、もう、血は繋がってるわけじゃないですか、もう、血はね。もちろん戸籍上離れることはできるけど、血は繋がってるわけじゃないですか。なので、子供はね、無条件に自分は何も努力せんでも、あ、僕はママの子だから大丈夫なんだってなるんですよ。だって、変えることができない事実じゃないですか。これから何があっても変わらないんですよ。ね。そういうメッセージを
言うってすごいなと思いましたね。ママの子だから大丈夫。これは1234512345678、あ、10文字やろ。ママの子だから大丈夫や、10文字やろ。愛しているから大丈夫。おかち、それだと11時になったのよ。なるほどなるほど。はいはいはい、どうですか、あなたに質問ですよ。あと15秒ぐらい待ちましょう。あなたが一番子供に伝えたいメッセージは何ですか。10文字以内で表現してくださいね。でですよ、でですよ。その言葉をどうですか、どれぐらい伝えてますか子供に。あの今日言いましたか、昨日は、今週何回言ったやろ。今日はあれ木曜日やろ、月火水木、この4日間でその言葉をどれぐらい言いましたか。はい、一番伝えたいことは一番たくさん伝えるのが大事だと思うんですね。一回だけじゃない、二回だけじゃない。一番大事なこと、大切なことは、たくさん伝えてあげる。これが僕はすごく大事だと思ってて。それがあなたの子育ての軸なんですね。そういう子供、こんな子供に育てたいとか。二つ目の質問は、あなたにとって成功とは何ですか？それは子育てのゴールじゃないですか。子供を成功させるためにどう関わったらいいのか。それが子育ての一つの、捉え方でしょ。ってなった時に、自分にとっての成功とは何か。これは子育てのゴールなんですね。はい。そのために、どんなことを伝える、どんなメッセージを伝えていくのか。それが、今、この5つ目の質問に現れていると思うんですよ。なので、あなたのこと大好きだよとかね、ママの子だから大丈夫とか、ね、そういうメッセージを、今日言えそう。どう？今日言えそうですか？ぜひちょっと言ってみ、もし言えたら、おかちコメント欄で、これアーカイブ動画残すから、まるっていうことを、今日言えたっていうことを、コメント欄で報告してください。よければね。はい。ということでね、今日はね、子育てが不安な方、子育てに自信がない方に向けて、ね、子育ての自分軸を鍛えるための5つの質問を紹介しました。ね、1つ目は、子供が〇〇さえすればイライラがなくなるのに、その〇〇とは何ですか。はい、2つ目、あなたにとって成功とは何ですか。3つ目、自分の親に言われて嫌だったことは何ですか。そして4つ目、自分を口説くために今週できることは何ですか。そして5つ目、あなたが子供に一番伝えたいことは何ですか。はい、この5つの質問を考えるだけで自分軸が鍛えられます。はい、で考えた自分の答え、ぜひコメント欄に入れてください。アーカイブで見ていただいた方もコメント欄に入れてみてください。僕全部見てるからね。そうやって自分が感じたこと、考えたことを自分の外側に出すということ、そのプロセスの中で自分軸が鍛えられていくからね、行くからね。はい、ということでございました。ここからはね、皆さんのコメントを読ませていただきながら、質問にもお答えさせていただきながら、10分15分、自由に過ごしていきたいなと思います。自由時間です。はい、ここまでのね、話を聞いていただいた方、なんか感じたこととか思ったこと、気づいたこと、どんなことでもいいからコメントしてください。今コメントタイムですよ。で、繰り返しになりますが、子育てリストと入力いただいたらね、ここに子育てリストと入力いただいたら、子供を自立させるための関わり方、それを24のチェックシートを PDF で受け取れますので、受け取る分全くリスクがないから、とにかく子育てリストって入れといて。で、アーカイブ動画、今回のライブ配信聞いてね、なんかこれちょっと、シェアしたいなとか、旦那にも聞かせたいなとかね、ちょっとなんか感じたなと思われた方は、アーカイブ動画後でこれ、投稿するから、それを、この紙飛行機マークあるやろ？紙飛行機マークで、ストーリーにシェアしていただいて、おかちをメンションしてもらえたら、めちゃくちゃ嬉しいです。で、僕はこんな形でね、一人一人が自分の軸を持って、自分が人生の主人公として自分の物語を生きる、そういう人が一人でも増えたらええなと思ってるんですよ。自分の軸ではなくて、親の軸、周りが求めてること、周りから期待されてること、それに応えることも大事だけど、そればっかりやってたらしんどい、疲れる、何のために頑張ってるかわからんくなる、自分ばっかりって不満を抱える、そんな人生になる。それは僕は嫌なんですよ。それは嫌やから。そうじゃなくて、ね、自分軸を持って、自分らしく、自分のために自分の人生を生きる。
そのためにどうしたらええねん。そういうことを考える、発信っていうのをインスタグラムでどんどんやっていきたいなと思います。ちょっと共感いただいた方は、プロフィールの、プロフィールっていうかね、ここのね、何マークこれ。紙飛行機マークでシェアいただけたらめちゃくちゃ嬉しいです。はい。ここまで感じたことあれば、質問、コメントよろしくお願いします。自分へのデートプランがあるなんて心に響きました。うん。そう。デートプランを考えましょう。そう。自分を口説くためのデートプラン考えていいんですよ。はい。遅れてきましたが、どれも自分と向き合うの必要ですね。そうでしょ？そうでしょ？あ、子育てリストありがとうございますね。そんな形、ちょっと、これ週1回やるよ。週1回、インスタ版のね、こういうライブスキルの学校でやります。ただのライブ配信ではなく、まぁ、ちょっと講演会スタイルでね、マイク持ってやると僕はテンション上がるし、このエネルギーをね、多分何か感じるものがあるんじゃないかなと思うんですよ。座って話すのもええんやけど、エネルギー感違うでしょ？マイク持って。で、やっぱり、なんだろう、うん。有益な情報も大事なんだけど、ね、こうやったら解決するよって情報だけじゃなくてね、その情報に、その発信者の熱がね、なんか、こもっているのとこもっていないのとは全然違うと思うんですよね。なので僕は、台本っていうのをあんまり用意してなくて、まあ少しはあるけれども、その台本を読むというよりも、今、僕が感じている言葉をそのまま落としていきたいなと思ってます。はい。子育てリスト。はい。どうですか？皆さん子育てリスト入れてますか？今の間に入れてくださいね。失敗は学びと子供たちや旦那さんに言ってます。なるほど。そして自分自身もそう思うように心がけます。すると人の失敗や失礼な行動も学びと捉えられる時間になります。訓練になります。いいですね。ボロボロ涙が出てきました。自分の癒されてない思いが溢れてきたと思います。うん。そう。それめちゃくちゃ大事です。その自分の感情を出すってことを許可してるってわけでしょ？さやこさん。さやこさんでいいよな。さやこさんでいいよな。そう。それでいいね。自分の感情を抑え込まずに泣くというのは感情を出すということを自分で許してるってことじゃないですか。それを認めていくそのプロセスで少しずつ自分の心をいたわれるようになるし、自分らしい行動を、自分らしい選択をできるようになってくると思うんですね。なので、それで OK です。自分を口説く、シンガポールに行く、シンガポールに行くな。ここに来ると安心して発言できる。うん。いいね。どんどん発言していきましょう。マイクも持ってるのよかったら、こちらもテンション上がります。おかちありがとうございます。みんな喜んでるな。嬉しい。ありがとう。ありがとう。みんなって誰や？家族さん、みんな見てくれてんのかな？ありがとうございます。増田さんな。サンキューでございます。はい。ということで、今回はこんな感じかな。こんな感じか。あ、初めてアカウントを訪れました。とても素敵でフォローさせていただきます。あ、嬉しい。サナさん。おかちです。はい、おかちです。ありがとうございます。はい。おかちの言葉もですが、ここにいる皆さんの言葉も心に響きました。新社。グッドということですね。はい。ということで、こんな感じでね、おかちは、このインスタグラムで、なんだろう、自分の生きづらさ、こんがらがってるんですよ。頭の中では解決できません。無理です。頭の中で。だからそれを、外に出すことが大事なんですね。出すというプロセスが、ね、自分で言葉で語ることであったり、誰かが言ってる言葉を聞くこと。で、そうすれば、あ、それ私が思ってたことだ。言いたかったことだ。っていうことで、ぴょこって出てくるんですよ。ね。なので、一人で悩むんじゃなくて、まあ、このライブ配信来てください。ライブ配信来ていただいて、みんなが感じてること、思ってること、僕、言葉にする。言葉にするし、その言葉を聞いて感じたことをまた言葉にしてください。そうすることで、頭のほつれが取れていくから。そんな感じでやっていきましょう。そんな感じでいきましょう。フォローありがとうございます。はい。ということで、今日はこんな感じですね。はい。I am a star. You are a star. 自ら輝けば、世界は輝く。ワンダフルな一日をお過ごしください。バイバーイ。ありがとう。あ、子育てリスト入れておいてよ、みんな。子育てリストな。はい。ありがとうねー。